クワの水耕栽培水耕栽培とは、溶液栽培のうち固形培地を必要としないもののことを言う。水耕、水栽培などとも呼ばれる。農業では多くの栽培に利用され、従来は不可能と言われていた根菜類の栽培も可能となっている。園芸の分野においてもほぼ垣根なく栽培によく利用される。クロッカスの水栽培土で栽培する方法では、 球根からの発芽や根の状態などは、地中で行われるため観察できないが、視認性の高い水耕栽培ではこれらの過程を楽しむことができる。また、鉢植えでは土壌の扱いが煩雑であるが、水栽培はそれに比べると容易である。ここでは、球根の入手や栽培が容易なヒアシンスとクロッカスについて述べる。専用の容器は、 ガラスやプラスチックでできているものが多い。とっくり形のものと植木鉢型があり、前者の方が根が美しく張るが扱いやすいのは後者である。栽培を始めるのは東京中心で10月末くらいが良い。あまり早いと球根が腐りやすい。球根をセットしたら球根の底部スレスレに接するくらいに水を入れ、発根するまでは暗所に置く。 根が伸びてきたら、根の半分が浸る程度の水位に調節し、名所に置く。目が伸びてきたら、窓際などの明るい、しかも暖房機からは、離れたところに置く。夜間に、水が凍ると、枯れてしまうことがあるので注意する。ペットボトルによる野菜の水耕栽培水耕栽培では、一般的に、無機成分だけで構成された、無機肥料を用いる。 有機質肥料を加えると水が腐敗し根を痛めるので、通常は利用できないとされる。ただし、野菜茶業研究所が開発した有機溶液栽培の技術を利用することで、水耕栽培でも有機質肥料で栽培することが可能である。この場合、栽培を開始する前に微生物を平行複式無機化法により培養しておく必要がある。 東日本大震災の津波による、塩害対策の一つとして、水耕栽培が検討され、実現へ向けた取り組みも進められている。このような取り組みを支援するため、平成23年度第3次、農林水産関係補正予算には、東日本大震災復興交付金として、水耕栽培設備等の整備費用が盛り込まれた。 最近の地域経済の状況について経済、産業省地域経済産業グループ2011年11月、名取の塩害農地で、水耕栽培仙台の被災農家加北新報社2012年1月17日閲覧、塩害地で、水耕栽培、被災農民、三一ファーム農業再開宣言 J、キャストテレビウォッチ2012年1月17日、閲覧農業、 農村の復興マスタープラン農林水産省、平成23年8月平成23年度第3次、農林水産関係補正予算の概要。ありがとうございます。